なんだこいつ。ちょっと待って、はい、ちょっと待って、あいつやん。ちょっと待って、東大兄さん以外カスに来たや。知ってる本田さん、いやー面白いお客がまた来たもんだな。これ大丈夫か、今ベテランチさんと、ま、なんかちょっと争ってるっていうか、まあ争ってんのは岩田社長だかもしんねえけど、うん、なんか面白いことやってるよなあの人たち。若者いじめて楽しいか、俺見てよ全部あれ。令和の虎ね、俺好きだからさ、うん、あれ本当に好きだわ、うん、まあね本当に世の中注目されるのはいつだってね変人よ、うん、あちょっと待ってこれだけ変えたい。若者いじめて楽しいか、本当にその通りだよ。弱い者いじめは良くない本当に、うん、てか俺岩田さんね、あやめとこう、ちょっと変なこと言うとなんか変、うん、ベテランチさんみたいになりそうだからやめとくわ。東大理さん以外カスとか書いてあるし、うん、あの人見てると俺の親父さん、親父をね見てる感じでなんかね、うん、はい、あれなんだよね、見てらんねえんだよな、うん、志願者は面白いんだけど見てて、うん、あのその支援者とかお金出す人は見てて面白いんだけど、これヒットでしょ、くそ。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、第9投げた。東大理さんは本当に天才だよ。うちのなんか塾講師で東大の人いるけど、その人もめちゃくちゃ頭いいんだけど、なんか東大理さんはマジで化け物と言ってた。うん、本当に東大の中でもやっぱ一番頭のいいとこだから。あもう大五月とか使ってんだよ、打ちにくいピッチャーですね。しかもこいつ重いターン持ってるから、それがいやらしすぎる。令和の虎でどの社長が好き、いやみんな面白いと思うけど、これちょっとカーブでいきますか。うわっ、うわー何やってんのお前、エラーしてんじゃねえよ。もう本当にさ、もうプロスピでも、終わった、もうクソ本当に、もういらねえよこの走塁、チンカス野郎が。投げました。初球フォークボール空振り。さあ次の投球。バックスピンストレートフォール。インコースへ。投球はこれから。ちょろちょろ。あ走ったし。でも取れる。オッケー、はいゲッツ。あクソライナーじゃねえのかよ。神うまくさばいています。クソ運のいいやつめ。ピンチが続きます。あとりあえず前進守備でいいなここは。投げました。バックスピンストレートフォール。まずはインコース高め。やばいぞこれ、これ抑えられなかったらカス、うん、あ前進守備ちょうどいいわ。でもさすがにこれダメかな、いけー、アウト取れ、無理かよ。いやざっけんなよ、エラーなかったらこんなのさ0点で抑えられたやん、もう、うん、これはひどい。投球これから4球目、うん、まあ、いや牙はもう対こいつ用にちょっと戦ってもらおうか。ビクターもそんな守備、こいつ守備 B ありますよ。でも、うん、あーこれいかれたかもしんない、いやでも入ってない入ってない入んない入んない入んない、 OK、まあ、ホームランじゃなければいいわ。ランナー2塁でストップ、第1番ツーベースヒットを放ちました。そうバッターは DH の江戸川、とりあえずストライク取ろう、オッケー。初球を打ちました。フラフラッと上がった。さあとりあえず1点で抑えられたけど、これで3アウトになります。1回の裏がこの大豪月をなんとかして打ち砕かねえと俺の未来がねえ。第2球、おいオーダー、お前さっきエラーしたんだからバットで取り返せ、その黒いバットはな
だー、ただの黒いバットじゃねえんだよ。俺のえりすぐりのな、そう選んだ選手としてな、これ本当にモテる人が限られてる究極のバットなんだよ。大宮チームに所属できる、うん、証としてモテるバットなんだぞ。お前それ剥奪されてえのか、うん、ただの木バットへ戻すかボゲ。うわやばいやばい、これはヒットでしょさすがに。よし、ここからちょっとなんとかしてつなげたい。ちょっと2球ほど見ましょうか。オーケー。わー、なんでそんなビタビタに投げれんだよ。てかいけ、うん、死ねボーゲン。うぜえな、これわざと投げたとか言ってんだったらさバカだよ、うん、打たれたらどうするつもりやん。ただのすっぽ抜けだろお前、意図的に投げてカッコつけてじゃねえぞ、ほんとど真ん中投げて打ち取れた、これ戦略だからとか言ってんだったら消えろ早く、嫉妬魔球たまたまだろ、全然面白くねえ、カッコつけだし、うん、てかカッコつけて、ね、カッコよくねえよ、ちょっと待てよ、本当にイラつくな、これボール。いやでもさ、意図的になんかすっぽ抜けとか投げれないでしょこれ、無理でしょ、フロースピーじゃないんだから。そこは8番からといえどこいつには意外性がついてんだよ。待機、よしこれは入ってほしい。よっしゃウルトラジーニアス、まだこんなにも熱いやつが ここにいるんだ。下位打線に置いた甲斐があったぜこれ。うざ、第3球ボールだ。第4球を投げました。うわー、まあいいわ、野球マンじゃ打てねえし、とりあえず神田に託す。いけ、あーくそ無理か、これセンターフライだな。これでツーアウトランナーありません。左バッターボックスはシード。もうこうなったらちょっとシドロミ変えるしかねえな。怒りに頼むか、バッティングだけでも貢献しろ。いや一発ついてるからじゃないの、ど真ん中投げてんのは嫉妬で、うん、多分そうだな。もう勘で打つしかないもん。うわやらかした、とりあえず守っておきましょう。くそ、まあいいわ、とりあえず勝ちましょうか、うん、いや勝てねえんだったわもう裏だから。あー打たれた最悪。ノーアウト一塁、やばい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 。今のうちだな、ちょっとマジでヒットエンドランとかそういうのはねあれですわ、警戒しなくていいわ。うわーもう最悪。あーでもいや俺待っとくよここで、うん、もう待っとく待っとく待っとく、はい、そういう手には乗らねえっつってんだろもう。ああうっぜ、ギリでこいつフェアゾーン入れてきやがった、キモマジ。走ってくるな、十中八九もうこいつの性格からして、うん、もう三塁行かなかったらガスに行きだこいつ、うん、あーセカンド OK、 あぶねえ。
やばいぞ、さよなら男ついてるやつに回ってきちまった。さよならするのはてめえの方だろ。ファール、第3球を投げました。やばい、甘いか、あぶねえ。第4球を投げました。ストレートを見送った。ここでちょっと一球ね、心の余裕を持たせておきましょう。もうキモ、本当にうぜえ、もう何も言えねえわこういうやつ。てかさ、だって俺の勝ちじゃんこれ。だって俺のエラーで勝ってるんだもんこいつ。バカじゃねえの本当に。1対6で僕のせい、そう正解、正解だよ。ああ若者いじめて楽しいか。何見てんだよほら。若者いじめて楽しいか。